今日ですね、朝起きてですね、まあ、最初の、思ったのがですね、まあ、本当に感謝しかないなと思いまして、まあ、対戦相手の昨日の対戦相手オスプレイもそうですし、G1 クライマックス参加した選手、そして支えてくれた社員の方たちもそうですし、応援してくれたファンの皆さん、なんか本当に皆さんに感謝しかないなと、それはすごい感じて、皆さんのおかげで優勝することができましたし、こうやってプロレスをできてるんだなと思いました。なので、まあ、本当に G1 クライマックス32、すごい暑い夏になったと思いますし、また下半期もしっかりと G1 クライマックス32覇者として盛り上げていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。それでは私からいくつか代表質問をさせていただきたいと思います。岡田選手は昨日リング上でも非常に過酷なリーグ戦だというふうにおっしゃってましたけども、具体的にはどのあたりが今年は過酷でしたでしょうか。そうですね、まあ、シングルの数では、去年の方が多いと思うんですけれども、やっぱりこの、まあ、最後の3連戦というのがやっぱすごいきつかったですね。はい、まあ、体力もそうなんですけれども、精神的にもすごい辛くてですね、まあ、やっぱり3日連続でシングルっていうのは結構来るもんだなと思いましたし、まあ、その、ね、3日のうち、まあ、準決勝決勝も、まあ、もちろんランスとの試合もきつかったですし、まあ、公式戦全部きつかったんですけども、まあ本当に例年とは違う過酷な G1 クライマックスでした。なのでやっぱりこの、ね、G1 の価値もしっかりともう一度新日本プロレスに考えてもらいたいなと思いましたね。昨日フィニッシュの一つ前に出した技って多分初めて見せた技だと思うんですけども、あれは何か名前があるんですか。もう何回も出しました。すみません、結構、はい、旋回してやってたんでちょっとあれかな。結構、そうですか、すみません、失礼いたしました。名前は特にまだ、名前はそうですね、はい、まあ、つむすような形で落としてるだけなんで、なんかそんなにもう名前も考えなくてもいいかなという部分はありますね。あ、そうですか。それから権利証の件なんですけども、はい、昨日リング上でも発言ございましたが、改めて考え聞かせていただいてよろしいですか。そうですね、まあ、やっぱり、まあ、先ほども言いましたけれども、やっぱこの G1 クライマックスの価値というのをですね、やっぱ僕は上げたいなと思いまして、まあ、その価値を上げるという意味では、その権利証の価値も上げなきゃダメだと思いますので、その権利証もすぐにですね、行使させてもらって、もう新日本プロレス考えて、よく考えてもらってですね、まあ、すぐに決めなくてもいいと思うんですけれども、もうやっぱり G1 クライマックス、こんだけの熱い戦いをしたんだから、こんだけ盛り上げたんだから、もうその G1 クライマックスチャンピオンは、もう東京ドームのメインイベントがふさわしいでしょうと思ってもらえたんであれば、もうそのように東京ドームでチャレンジさせていただきたいなと思っております。他の選手も何と言いますか、もしやっぱりその権利をかけて戦いみたいなことを言ってくる人も出てくるかもしれませんが、そうした場合はどうしましょうか。だからもうその権利があるのがもうおかしな話で、もうそれもすぐ挑戦が決定ですから、その時のチャンピオンと決定ですから、もう僕に言うんじゃなくてベルトの方に行ってくれよというような感じでは思っております。でもやっぱりジョナには負けているので、その権利をかけて戦うっていうことはもちろんないですし、だけどもやっぱこうスペシャルシングルマッチなのかわからないですけれども、まあ借りを返す機会をまあいただきたいなと思ってます。最後の質問ですが、2023年1月4日の東京ドーム大会も発表されましたし、岡田選手が改めてこの東京ドームに向けて新日本プロレスをどう盛り上げていきたいかというお気持ちを聞かせてください。はい、まあ、G1 クライマックス覇者としてですね、まあ、その IWGP と IWGP チャンピオンとは違う盛り上げ方ができると思いますし、まあ、そこはまあちょっとまだ分からないですけども、もう挑戦が東京ドームなのであれば、下半期はいろいろな戦いが、ね、できると思いますので、そこはしっかりと、G1 クライマックスチャンピオンとして盛り上げていきたいですし、またそこを、ね、IWGP 世界ヘビー級チャンピオンが僕の活躍を見て、また切磋琢磨してですね、この東京ドームに向かって盛り上がっていって、まあ、本当に東京ドーム、2023年をですね、超満員にしたいと思ってますんで、まあ、これはもう本当に
まあ、リング上でも言ってますし、もう何回も言ってることなんですけど、まあ、改めて、まあ、これを聞いていろんな選手の方が、あ、そうだな、もう行こうよ東京ドーム超満員、まあ、チームが違くてもそう思ってもらえたらいいなと思いますし、もちろん、会社の社員の皆さんもそうですね、みんなでこう一丸となってプロレスを盛り上げて、また新日本プロレスの素晴らしさっていうのを届けていきたいなと思っております。私からの代表質問は以上となります。岡田選手、言い残したことは特にないですか？そうですね、特にありませんって言いたいところなんですけども、まあ、先日、男の子が生まれまして、はい、なので、まあまあ、ちょっとね、会社にも育休をいただけましたんで、本当にまあそれは新日本プロレス、あ、感謝ありがたいことですし、まあ、ちょっと、まあ育休育児もしつつ、まあ、ちょっとこの G1 クライマックス終わったリフレッシュもさせてもらいつつ、ゆっくりさせてもらって、また次のシリーズたくさんパワーをね貯めて、また G1 覇者として盛り上げていきますので、よろしくお願いします。ではイクメンとしての岡田選手を期待しております。では新日ストロングスピリッツプレゼンツ G1 クライマックス32一夜明け記者会見、以上をもちまして終了とさせていただきます。本日は最後までご視聴誠にありがとうございました。